開幕節最初の試合となりました NTT コムとホンダの一戦、先制は NTT コムです。前半6分のシーン、レイドローからフレッチャースミス、内に返してもう一度、はい、まずはここでいいつなぎを見せていきました。一方のホンダです、守る時間帯も長かったんですが、ここでね、一発で取っていきました。ワンクサギの快速がね発揮されて、はい、返した。そして29分です。ゴール前のスクラムからちょっとパスが乱れたんですが、うまくフォローして最後は大外、ね、はい、チャンヨンフンです。シャッチ際にこう狙って立ってたチャンヨンフンにボールがつながった、うん、で36分パスと見せかけてレイドロー、レイドローがすかさず取った、はい、前半は19-13 NTT コムのリード。そしてここもうまいつなぎで、ポレから最後リアムギル、今日働いたリアムギルですね、74分。ホンダはこの後半は風下ということで、なかなかキックが使いづらかったんです。もう時間帯はもう最後ゴール前からなかなかキックを使えずに、ボールがこぼれて相手に入ってしまうんですね、はい、かなり攻め込まれてしまいました。さらには80分になるところ、キックから安田が持ち込んで、で20番の目崎、そうですね、最後ダメ押しとなりました。でファイナルスコア41-13、こちらが今日のスタッツになりますが、やはりペナルティのところですね、そうですね、ペナルティがもう15はちょっと多いですよね、